これだ、スコープ付きアサルトライフォー。わ、すげえ、壁越しからも見れますねこれ。ということでね、今回も頑張っていきたいと思います。まあ新しい新武器のね、スコープ付きみたいな、サーマルアサルトな、サーマルなんだっけサーマルスコープ付きアサルトライフォーか、よくわかんないけど、それを使っていこう。どれぐらいの出現率であるのかとか全然ちょっとわかんないんで、その辺をねちょっとね考えながらやっていこう。さあ、まあここ入るなら下から入ろうかな。よし行こう。 OK、 ポーションあります、弾があります、サブマシンガンがあり、ハンドガンがあります。まあ最初の、なんて言うんだろう、最初のなんか家入ってとりあえず1階のものは全て回収してた方が、次入ってきた人に対してそういう場合がすごいいいんで、であんまりポーションを飲むと、こうやってミニポが出た時にポーションが飲めなくなるから気をつけてね。ポーションを飲んでからミニポを飲めないからね。ありがとうございます。 OK、草を使っていこう今回は。ボクシングチャンネル、草を使います。草すぎー。さあ、ごきげんよう。今回はね、このブッシュを使ってですね、まあプレイをしていきたいと思います。まあ生放送ではね見られないブッシュですからね、結構貴重だと思います。僕がブッシュ使うの、これ昔と今一緒なんですかね。あ、撃たれると剥がれちゃうのかな。なかなか厳しいけど、やべ、あ、剥がれた、終了終了でございますね。はい、ねえ、向こうに敵がいるな、撃っちゃってもいいけどな。お、あ、なんか銃声が聞こえるな、さっきから。ほら、どこに行くか分かんねえ。ポンプ取ろう。どこにいんだろう。ワッツ、どこだ、うわっ、いた、あの草だ。ジジイ、ミニポはないようだ。あ、ポーション持ってんのに飲まない人多いな。これだ、スコープ付きアサルトライフォー。やばい、誰か来てる、機関が壊れちゃう。やだやだやだ、死にたくない。あぶねえ、せっかくこれ取ったのに。誰か来てる、なんだこれ、使い方がわからん。待てよ、この使い方が全く分からん。これは色が変化するのか。なるほど、色が変わるんだ。誰が来た、
死んだべ。どこにいんだ。オッケー。チッチー。はい、じゃあいます。Thank you。いやー、このアサルトはね、多分色が変わってそれなりの距離いないとダメだから、見て、なんかね、多分連続撃ちができないのかな、これ。連続撃ちができなそうだね、これ。なんか遅そう、連射速度が。うん、長押ししてます、長押ししてます今。アサルトライフルだからあれか、弾は AR か。結構なんか遠距離タイプ、中距離遠距離タイプでかな。まあ、ちゃんとした、まあアサルトライフルってアサルトライフルだね。攻撃力見てみますか。70いくつかな、違うか、36っすね。36ダメージが36の連射速度が 1.8、 連射速度が 1.8 ってことは、ちょっと普通の武器と比較してみるか。普通の、うわ、こういう時はもう使えないよね。おう、すげえ、壁越しからも見れますねこれ。ああ、なるほど、結構強いんじゃないのこれ。壁越しでもどこに敵がいるかっていうのが見れる。ちょっとチート級これ、スケスケゴーグル、やばそう。あ、これいいね。うん、これはね結構強いと思う。なあ、ちょっと敵がどこにいるか分かんないなーっていう時にちょこっとね覗いちゃって分かっちゃうっていう、素晴らしい。正直、なんて言うんだろう、威力とかは正直ないけど、で、スコープ AR、スコープ AR よりは、なんか、連射速度が若干遅いような感じがします。しかしながら、当たるとでかい。うん、どこに敵がいるか分かるし。これ、チート級じゃないこれ。これ、やばくない？どこまで見れるんだろう。これ、やばいね。これ木とかも見れんのかなこれ。これやばくないこれ。どの辺まで見れんだろう、楽しみだな。よし、残り14人。いや、いたね。ちょっと見てみるか。あそこに人がいたから。ちょっと見てみまーす。見える！若干。うん。で、弾速もないね。弾速もない。ほぼほぼ。いいね。正直、この辺にこう、こうセッティングして、バレてんのか。全然当たんねえぞこれ。当たった一発、2発、3発かな。すげえすげえ、ゆっくりだから弾も減りも遅いし。あー、相手も狙ってますね。相手も狙ってます。相手も見れるから危ないな。1。なるほど。結構敵が寄ってきてもいいと思うけどな。正直、正直だよ。僕の立ち回りだとこれいらないかな、俺。ゴリゴリとつる武器じゃないからな。
2枚ぐらい重なると、あ、当たったわ。ちょっと危ないな。引こうか。残り11。で、アンチど真ん中っすね。うわ、いた。オーマイグネス、チッチー。ありがとうございます。正直言っていいですか？僕の中の評価。スクワットならワンチャン。スクワットならワンチャン許される。これ、相手の位置を見つける人とか。あ、なんか落ちたんだけど。この辺の話？この辺の話？今。落下したダメージが、プシャッ、聞こえたよ。この辺の話？今のは。結構遠い話かな。わかんないけど。いや、知らんけど。いないよね。あ、いた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 。スカー持ってる。一発当てたよ。おっと、あれ、ラグ。なんか今、撃って当たってんのに死んでなかったな。怖いねー。残り5人ずーっとなんかメディキット巻いてポミニポ飲んで150の150ばっかなんだけど、ミニポナイス。いらないね。まあ、今回はね、まあ、今後はね、これ多分使わないと思うんですけど、今回はこいつ使っていこうか。もうショットガンでのキルになってくると思うけど、メインが。それはご了承ください。できればな、この AR で、アサルト、なんだっけ？マーシャル付きだっけ？なんか、ま、名前、あ、見るか。名前が、スコープ付き、マーシャル、アサルトライフル。おー。うわ、飛んできた。チーミングだな。わかんないけど。あ、違うかった。チーミングやないかい。んで、こんなチーミング湧いてんの、マジで。うわ、危な。オッケー、ジジイ。残念だったな。チーミングよ。出直してこい。センスは良かったが、僕に勝てないようだね。うわっ。バンテージどっかにあったな、そういえば。あれ、
暑いな。いやー体力100か。残り3人で2人に目をつけられている。危険だ。ジャンパッドあるかな。さあどうするんだ。やばいぞ。あやばい。いやヘイト溜まりすぎな。ここセイキン TV バンテージなさそうだな。ミニポはあるけど。ロケランある。ミニポーション。よっと。オーマイグネスジッジー。ラスト下にいたやつか。どこ行ったんだろう。そこだ。いないか。もうアンチ外だからな。あぶねー。当たったりする。やばい。サイチゲーム。飛んできた。ジャンプしろ。14キロ。皆さん、証言さん、皆さん、チャンネル登録よろしくね。ジッジー、ありがとうございます。ということで、まあ、正直、新武器はそこまで期待しなくてよろしいかと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。バイ。